ってこい。まままままままスラッシュだ。笑ってるぜ。結構近いと思うんで。でやんでい。山梨県は北杜市、道の駅小淵沢にやってきました。よいしょ。今日ここにホエルプラスのやつらがいるらしいので、全然いねえじゃねえか。いろいろ探してみると、なんか見えるあれあれじゃねえ、いるんだ。よく来たな。我々がホエルプラスだ。いやもう分かりますよ、見ればね、このキャラの濃い感じ。おめえらがホエルプラスか。うちの小山里が世話になってらしいの。あのすっころんで自爆したやつか。笑わせるぜ。何今日は小山里の仇を討ちに来た。お前たちの挑戦。今回の対決企画は、動画でも送った通り、我々の用意した写真を撮ってこい。今回我々が用意した写真はこちら。ババン。はい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 。どうみんな、これぐらいいけるよね。まあ、やったろうじゃないか。俺たちの写真を見せて。俺たちの撮ってきた写真はこれだ。何？なんだこれ。どうだどうだ、分かるかお前ら。これ大丈夫大丈夫。あ、感じるぞ、電波で感じる。あっちの方向だって言ってるぞ。大丈夫だ。今県外じゃなくてこれ県外繋がってる。電波だから感じるんだよ。バリさんだよ、バリさん。じゃあ12時に集合だ。そのところだ。はじめ。いやー、向こうの示してきた写真ぶっちゃけ分かった。なかなか難しかったけどね。まあ、でも地図もちょうどあるし、これ見ながら考えるよ。なんか池っぽいの写ってたな。北杜市は水がきれいだから池がいっぱいあるキャメよ。だから北杜市の池を片っ端から探しに行くキャメ。いや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 、さっきのあの氷の写真は、北杜市にある唯一の屋外スケート場、八ヶ岳スケートセンターの写真です。八ヶ岳スケートセンターに行くキャメよ。いやいや、ちょねえ、めっちゃ朝からずっと気になったんですけど、誰ですか。ご存知なかったキャメか。団長はどうしたんですか。団長は失礼したキャメ。キャメ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 、俺の名前はキャメ山トリジロー、世界的な写真家、キャメラのプロキャメ。さあ、八ヶ岳スケートセンターに行くキャメ。はい、じゃあ今のシーン全部カットして行きましょう。行きましょう。撮ってるよ。うわぁ、行きましょう。マジでうまっ。ちょっと行きましょう。あったー、危ない。これ、まずどうやって進むのこれ。おちょっと早いな。走るのが早いダメだからします。あー、子供たち、子供たち、うまっ。もはやあ、もうこの辺じゃない、この辺取れた。結構近いと思うんですけど、もはやこれじゃん。ちょっと、いやもうこれじゃん。あ、これだよ、これ。あ、取れた取れた。トリジローさん出番ないじゃん。この氷の上だとね、トリジローの次のなんだ、北斗市が誇るアイスクリーム。うわー、すげえすげえじゃん。すごくない。すごいね、今なんか。なんとか滑れてるな。
おう。はい、じゃあというわけでね、八ヶ岳スケートセンターの写真はもうバッチリね撮れたんじゃないかなと思います。撮れましたね、うん、じゃあ早速次に行くじゃないか。行きましょうか。北斗市は水が非常に豊かな土地ということで、あの写真はそのあたりの用水路キャメということで、北斗市の用水路を片っ端から探していくキャメを行ってみよう。なわけないでしょ。ちょっと待って、どんだけ時間かかるんですか。あの写真は特徴的な三角形が写ってますね。石の三分一ユースになります。江戸時代に6つの村に3つに農業用水を分けたとされている用水路になるので、多分そこの写真だから、あ、そう言おうと思ったキャメよ。本当かよ。ということで3分の1ユースに行こうキャメ。行きましょう、行きましょう。さあさあさあ、滑っていきますよ。これそれ、じゃあさっきヤギアンテナのイタチンが感じた方向はどっちだっけ。あっちの方向だ。じゃあ黒電話のゴッシー、そこに私たちを導いてくれ。何か黒電話から力を感じるぞ。みんな行くぞ。さあここは清里駅に到着しました。静電気の道、じゃあどうする。うん、俺たちはさらにハンデをつけてやろう。ここから普通にとこで探索だ。やっぱ現場の人間は足だよね。さすがのステッチャー。まずは写真を確認しようぜ。これはハンドルかな。これはアイスか。赤い橋だな。そう、どこから行けるのがいいのかな。お、何かを感じる。あれ、お、ヤギアンテナが何かを感じている。ヤギアンテナのイタチ、この方向に何かを感じる。本当とりあえず今行ってみようか。電波を感じる。写真は電波を感じるぞ。え、なんでこんなところに行くようになる。ここと言っている。電波がここと言っている。しかしこの SL、 この黒電話のように真っ黒でかっこいいな。感じるぞ、感じるぞ。どこだ、どこだ、感じるぞ。ハンドル、これじゃないのか。お、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 このハンドル、ん、このハンドルだ。あいつらも大したことないな。すぐ分かったじゃないか。ちょっと待ってくれよ、みんな。俺はかつてこの道を走っていた高原のポニーと愛称をつけられた。登録じゃないか。知らないのか、この黒光がいいよね。もしやガス屋のてっちゃんではなくて鉄オタのてっちゃんだったか。よしよし、とりあえずじゃあまず一つ目はここで完了だ。ちょうど電車も来てるしな。はい、チーズ。じゃあ早速1枚写真を撮り合ってもらったら、あと2枚だな。ちょっと待って、そこに星のマークがあるぞ。そこにとりあえず行ってみよう。じゃあやってきましたね、三分一流星。日本原水百選に選ばれるね。水がきれい、空気もおいしい。じゃあ早速写真スポットたまってるんで行ってみましょう。メイン。さあ、ということで3分の1ユース来たキャメけどね、まあ、ここで写真を撮るにあたってなあマッチョ、はい、大事なことってなんだか分かるか。光の角度、そして露出だ、露出だ、露出、脱げ脱げ。あ、そういうことですか。下もですか。下はいい、あ、いいですか。三角ってことは三角筋。三角筋はですね、ここ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 です。ここ、ここ、筋肉が合わさって三角になってます。この3つを合わせて三角筋と言います。これだ、俺が取りたかったのはこれだ。キャメー、キャメ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 。
違います。ここは三角形じゃなかったっけ？違う。OL プラスからの写真を撮った。三角形の C、水量を3つに均等に置けるために三角形になったの。先生、露出も開けないと。撮りましょうか。何を撮るの？やると思ったけど。何から撮ろうか。はいはい、行きましょう。行きましょう。ね、やっと撮りましょう。バッチリバッチリバッチリ。三角の石を三角フロントレイズ、リアレイズ、サイドレイズで三角止めてよ。もうなんか何だ、楽しくなっちゃって。ちょっと待って、おい、あそこにソフトクリームの絵があるぞ。見てみろ、あそこには牛がいる。本当だ、本当だ。ここじゃないのか。もしかしてちょっと行ってみよう。目が見えない高速のソフトクリームだ。じゃあとりあえずみんなで食べてみよう。よし、じゃあ外に行ってみますか。よし、足もあるし入っていくか。もう足もここじゃないのか。じゃあとりあえずみんなで入ってみよう。入りました。入ろう入ろう。同じ写真撮れるかもな。写真をじゃあ撮ってみよう。同じ写真だこれ絶対。よし、じゃあこれ2つ目制覇だな。じゃあ、みんなで。はい。高校だよ。ただのミルクじゃないですね。ありがとうございます。じゃあ早速行ってみよう。よし。びっくりした。3カ所目、あれに映っていたのはすなわちパン。北斗市のパン屋を片っ端から探しに行くキャメよ。カンカン、はい、ちょっと待って、ちょっと待って。あの写真に写ってたのは、うん、パイキャメ。それが八ヶ岳パイ工房さんだったんだけど、多分そこの、そう言おうとしていたキャメ。さあ、八ヶ岳パイ工房に急ぐキャメ。はいはい、行きましょう。ここが八ヶ岳パイ工房キャメ。もうお腹ペコペコですよ、はい、僕も。やっと到着しました。1月の9月。やっぱこのアップルパイが有名なんですかね、一番最初についてるってところ。こんにちは。わ、美味しそう。写真のパイだね。見て見てこれ、カメラマンさん。うわ、美味しそう。多分これですね。ここか。ここだね。これを撮ってるのね。一番の王道、冬の人気、季節によって何円のものが変わるものという話を聞いたけど、これも決まってる。これも決まってる。じゃあ指差しでいきますか。はい、せーの。お、分かれた。そう、よかったよかった。じゃあ定番の、じゃあ定番のこういうリンゴのアップルパイからいただきます。リンゴをいただきましょう。甘い。すごいリンゴの甘みが。すごいね。リンゴがシャキシャキ新鮮で、これは確かに定番と言われるだけわかるキャメ。リンゴも美味しいんですけど、パイ生地がいいですね。パ
イ生地が。もう焼き加減といい、もうサクサク感といい、パイ生地も美味しいです。リンゴだけじゃなくて。他のもすごい気になっちゃいますよね。うん。じゃあ、お味いっちゃうきゃね。いただきます。それが、いちごのミルフィーユ。これもこの時期限定の、いちごのシーズン限定の商品ってこと。見た目もすごい冬っぽい。もうボリューミーだし。映えるね。美味しそう。じゃあ早速。はい、あ、このサクサクが分かります。いやー音が美味しい。パリって言ってパリって、いちごが似合うな。やっぱりいちごも新鮮でみずみずしいし、ちょうどいい酸味と甘みと、でパイもサクサクだし、このたっぷりの見えます、こんなたっぷり入ってるんですよ。うわうまそう。本当にこのシーズン、季節のフルーツのこのパイぜひ食べてもらいたいです。パイ王子。うん。それじゃあ、キャメはこの山梨県産のリバーブいただいていくキャメ。下のパイはそのままで、季節によって変えていくと。このリバーブが食べれるのは今の時期ということキャメ。リバーブな。リバーブ。じゃあリバーブ早速いただいてみるキャメよ。ルバーブな。いや、ルバーブね。ルバーブ。あ、このヨーグルトソース、これも美味しそうキャメね。いただきます。ヨーグルトソースのさっぱりとした感じと、うん、あの上に乗ったあのハーブも非常にあの良いアクセント。で、さらにそれを包み込むパイ生地ということで、まあ、これはあの芸術的な一品に仕上がっていると思います。あ、ケメ。なんかもうパイ評論家みたいな。パイ二郎さんで解明した方がいいんじゃないですか。亀山。パイ二。じゃあタルトタタタタタタタンも行きましょうかね。タルトタタンってどういうお菓子なんでしょう。さっきもお店の方は言ってましたけど、間違えてひっくり返さにして焼いちゃったところを食べてみたら、あ、美味しいじゃんっていうのが始まりで、で、上は映画キャラメルで最初に硬いし、焦がしキャラメルみたいになってるから、だから本当はこうなんだよ。見てください、このツヤツヤですよ。じゃあこのタルトタタタタタタタも開けましょうかね。タルトタタタタタ、この焦がしキャラメルがいい匂いしてる。じゃあいただきます。タルトタタタタタタタ、うまままままままっす。甘さがね、甘すぎない。焼いてるからちょっと焦がしのこう苦味的な、ちょっと大人の味って感じですね。チートデーとかにいいんじゃないですか。まさにそれ、トレーニングする人にはね、いいかもしれないですね。こうご褒美的なの。うまままままっする。2回言ったな。標高1000メートル食べるパイ美味しかったですね。美味しかったですね。美味しかった。もう時間も時間なんでね、こうやってお土産も買ってきましたんで、急いで海大泉駅に行きましょう。向かいましょう。よし、行くぞ。行くぞ。いろんなものが、ちゃんと来てた。今も悪いけど、もうまた、ゲスト大橋って、さっきの人が言ってた橋じゃないか。お、じゃあ向こうか。ここを左に行けば近いのか。行けそうだな。電波を感じるぞ。私の電波、橋の電波を感じるぞ。はい、はい。お、あそこじゃないのか。こっから見たら、同じ写真が撮れるかもしれない。よし、行ってみよう。いや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 、
2枚目がこれだ。生鮮量のソフトクリームと足だ。いいね、バッチリやん。最高の眺めだったよ。まだでも3枚目あるんだね。3枚目がこれだ。東沢大橋の赤い橋だ。映え。やるやん。まさか大当たりだな。感じてくれたから。これ反則じゃないですかこれ。困った時の電波だったから何でも使えます。よし、じゃあ10分行ってやる。何でしよう。で、レッシャーもカップしてよーく見るから。なんでね、難しかったけどね、ぶっちゃけこれどこの池だって思ったけど、1枚目これだ。八ヶ岳スケートセンター、これだ。やられた。よくわかったな。よくわかった。あれよし、氷と見抜いたところがやっぱさすが。バッチリ滑ってきたしね。転ばなかったね。転ばなかったね。2枚目や。こちら。どうだ。3分の1優勢。これだ。おー、よく撮れてるじゃないか。めっちゃなんかピンポンでの写真だったよね。もう終わりの日だ。おにぎりと勘違いしたんじゃないか。いやいや、おたちゃん、子供とかなと思って。そこの写真でもよかったかもしれない。3枚目は。これの結構難しい。普通になんか見せ方。これだ。八ヶ岳開口門。おお。正解。合ってる。合ってる。難しいと思ったんだけどな。北斗市のマスターがいるから。北斗マスター。これちょっと自分じゃないか。メンバーですか。彼はメンバーですか。まあ今回の勝負は引き分けで許してやろうかね。いやいや、俺らが言う側じゃないの。30分を超えて北斗神宮。山梨を戦略で PR する。わけでしょ。 OL プラスが飛び行く。ありがとうございました。ありがとうございました。あ、山梨の観光を全力で PR する公民 YouTuber、ワキシが飛び合いく。いいね。チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。